始めた理由はどうあれ必要なのって言ったら、まあ、健全に経営していくことそれとしっかりと資産を維持していくことでさらに資産を増加させていくと、まあ、これが始めた理由は関係ないですね今経営している中では絶対やっていかないといけないことだと思いますでそのためにじゃあ、えー、賃貸経営、資産活用をしていくために、まあ、何が必要なのかと。 まあどういう戦略が必要なのかというところでいくとまず、えー、安定した経営ですねあとそれをやっていくためにこう将来どうなっていくかという予測それと税務の対策ですねこの3つがあのものすごく大切なんですね将来の予測っていっても、まあ、あるものとしたら、まあ、この3つが大きいです、まあ、市場がどういうふうに変化していくのかそれと お客様ですね。お客様がどういうふうに変化していくのか、それともう一つ、こうルールが変わるです、ね、今もこの民法が変わる、税制が変わるこう、いろんなルールが変わっていくと思うんですね、ルールがどう変わるか、例えば市場の変化では需要と供給が変わりますし、顧客の変化では当然、顧客のニーズで、お客様が満足するという意識が変わりますね。ルルールが変わるととということは、まあ、民法だとか、 税制だとかそういいいったものを、まあ、知らななけければいけないと一言でこう賃貸経営って言ってても生活に関わる皆さんそこにお住まいの生活に関わるで皆様の大事な資産に関わるものなので本当にいろんな変化が起こるんですねどん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 こう変化していきますだからこういった変化っていうものに気づかないで対応できないと先ほどと逆ですね 不健全な経営になって、どんどん資産が減少していくと。で、強いては経営破綻してしまうんですね。なので、こう、市場がどういうふうに変化していくか、お客様の動向がどうなのか、で、賃貸経営にまつわるこうルールがどう変わっていくのかっていうのを、ものすごく知らないとダメだと思います。お客さんの意識ってすごく変わって,あの変わってきててあの、自分たちに置き換えればわかると思うんですけど、やっぱり いいものをより安くだより良い商品を安く、まあ、買いたかったりしますよねそれと同じでいい物件に安く入りたいんですねだからいかにこの物件に付加価値をつけていくかっていうのはものすごく大事になってきますで弊社では先ほど言ったように例えば新築の企画であれば112%、まあ、相場よりも高い企画のプランでデザインを入れて 高いい家賃付けっててうのを実現していますそういった一つ一つのことに工夫をしていかなきゃいけないと同じお金を使えばよりどうやったら高く家賃が取れるのかっていうことを考えていかなければならないと思いますで次に変わってきているのがサービスに対するお客様の意識ですでやっぱり同じなんですねより良いサービスを要求されますで例えばあの 4年、10年前にいわゆるこうクレーマーだと思ってたお客様は今、当たり前なんですね、そのぐらいの要求を皆さん、本当に当たり前にされてきます、だから私たち管理会社はもっとそういったものに対応する能力っていうのをつけていかないと、皆さん、オーナー様の皆さんに迷惑かけるんですね。